香港チャンネル、はい、今日はですね、テレビ局の失礼な取材依頼はなぜ繰り返されるのかというようなニュースが上がってたんですが、今記事になってるのがね、まあ、ある作家さんが、某番組からツイッター経由で企画の協力依頼を受けたと、でギャラの確認などをしたところ、相手の返信が途絶えたと、でそれだけではなく、番組はその作家さんの仕事仲間にはなんかギャラを明記した上で同じ企画の依頼をよこしていたと。この人は雑な扱いをテレビ業界の皆さんはいい加減やめていただきたいとなんか言ってるんですけど、だから下に見とんねや基本的に、その質問、王兵やっていうのは当たってるよ、まあそうですね、なんでギャラ交渉して、だからな、いやちょっとすいませんそれはうち予算で出せませんっていう断りの電話に入れるやん、そうなんですよね、そこはね、そやん、そこ条件合えへんかったらね、ねえそのお前あのアルバイトニュース見て電話して行けへんやつみたいな、そんなんすんなアホ、でその番組を看板上げて言うとんねやろ、はい、そうです、名前出してね番組名出して、そやろ、ほんまにほんまあかんでそれ、ほんま大変で、なんかな、あかんわとか思ってまうわ。そうですね。まあだから特にこういう毎日やってる帯のワイドショーとかやったらもう明日今日起こった事件もう今日の夕方までにとか明日までにね、出演者なんか専門家の意見聞かなあかんなってきたらもうそんなんなってくるでしょうね。あとだからその今分業制みたいになってて、例えば。そういう専門家の方にね、ちょっと連絡取れって言ったら、まあ、下っ端のこう AD とかがやったりするじゃないですか。その AD なんて社会人1年目とか2年目やから何のね、常識もないから、やっぱりそういう失礼な取材対応になってまうんでしょうね。だけどそれな、忙しいからって言うたら、それが怠けてることやから、時間取って、それは AD に刺さんと、AD は横につけて、こういうふうにやんねんでっていうのを、教育もしたからか、上のやつ、俺らなんかお前あれで1年目とかのマネージャーがパッとつくやん、教育係もあるんだそれ教育手当くれと思う、なるほど、学園入るときはこうすんねんぞとか、ってほんで俺は外でな、まあ、みんなマネージャーとか待ってるけど、俺あれ嫌やから入れんねんけど、入れたら入れたでなんか番組とかで裏話ないですかって全部いいよ。いやいや、こっち。楽屋で本当はこんなんでした。俺はお前しんどいから中入って座れって言ってんのに。ほんまに会議とかでも俺一回聞いたんが、もう呼び捨てやったもんな。タレントさんの名前は。ああ、本校読んだらええがな。ああ。ない、そんな。ありますね。そやろ。ありますあります。うん、ええやん、あいつうるさい。でも嫌やな、俺あいつ嫌いやな、とか言うのもあるやろ。まあまあ、ありますね。結局はそんなんやねって、ほんまに。ほんで数字取ったりしたらこれやもん。さ、わかるよ。さ、わかるけど、テレビが、言うちゃ悪いけど、テレビが取材したら、テレビで放送されるやん。お前らそれ宣伝になってるやん、どう思うとん、テレビ局が、ね。それしかないやん。ただで宣伝したんねんぞって。まず、リスペクトがないねんって。取材先に対して、ほんでな、どうしても取材を受けてない流行ってる店やったら何回も通いなんやろ、先生お願いします、させてくださいって、しゃあそれは、いやうちはテレビ出んでもお客さん来んねんって言うたら、またそれが その言ったやつが腹立つ、あんなこと言うてまんねんって、またよそでいい、まあ、いやいやお前なあいつとこ調子乗ってるわよって、今もうるさいから、昔やったら取材された側が、なんか、お好み屋さんやったら、お好みを、まあ、タレントが食べるやん。焼きそば食べるやん。だから、それはもうお金いいですよってなってたけども、今、テレビ局払うやん。払いますね。そうやろ。でも、払うけども、基本的に、いや、お前とこ別に取材せんでも他いっぱいあんねんで、会議でも言うとおりよ。まあね、でも僕からしたら取材させてもうてるというスタンスではいい。ほんまに思ってる？いや、思ってます、思ってます。取材、もう、こんなもテレビみたいなもんに取材させてもうてる。ありがとうございますって。言わんのですよ。いや、うぜえ。ほんまそうです。うぜえ。いや、俺な、結構な、雑な、みんなみんなとは言えんけど、結構下に見てるやつおるよ。
だからそういう取材依頼とかもそうですし、道のロケしてる時に通行人止めるとかあるじゃないですか。そうです。俺あれ嫌いやね。じゃあ俺カメラさんがこうやってやったら、はい、あ、女バーって後ろから来て、止まれって言うの、はいはい、来てはるって、はいはい、ほんで、全部あ、通れなんだよ、今回せって言う、はいはい、うん、だからやってるんじゃない、やらしていただいてんねん、うん、だってその場を借りてんねんね。まあそうですね、公共の場、うん、そうやろ。だから下に見とるやつおるよ。まあそうなんです、ほんまに全員が全員できてる人もおるけど、アホなテレビマンいっぱいおるよ、うん、そんなもん。もう簡単なこと言うたら、うん、映ってるとこだけ切れかったよね、後ろで、うん、後ろで、はいはいはい、ああもうええねんお前、まだ通らんとてくれとか、はいはい、あ、言うとんね、うん、言うとんね、ね、もうほんまに俺やってた番組とかは、あ、申し訳ないけどもそんなんやってたらタレントさんが怒ってたわよ、はい、やめろこらって。そうですよね、はい、うん、ほんまに通してあげなさい、うん、当たり前や、うん、なそのタレントさんにも、もうよりもうタレントさんでも、お、止めとけよみたいなこと言う人もいてますよね。おるおるおる、お前ちょ人止めとけよみたいな、うん、俺あれロケやる、すいませんちょっとって俺がもうディレクターも言えへんから、はいはいはい、もうすいませんちょっとごめんちょっといいそれが急いでるやろパッて、そうですね、ほんだら大丈夫大丈夫ですって言って、うん、遠回りする、いやいやもうご通ってって、うん、そこはコミュニケーションやな、ね、うん、ああしゃあないと、うん、その番組やってるのも腕章つけてたりしたら分かるやん、うん、分かるね、だから何でもカメラ映っててね、ろくなことする、もうコンプライアンスに、きついこと言うてるけど一番甘いのが自分とこや、自分とこやで、うん、ほんまに、そうですね、うん、勝つ、ほんまでも謙虚に行きましょうよみんなね、いや謙虚っていうか、その俺は基本的に流行ってない商店街とか行けって言うてて、はいはいはい、後輩に、はいはい、君の後輩に、はいはい、なんでなん、いや行ってテレビの力で流行らして、うん、ちょっとでも、うん、なんかきっかけになって面白い人おったらっていうのでやった方がええやんけ、そうですね、な、ほんでバーって行って、ほんでカメラ回ってるのにテレビ来てんねんからちょっとぐらい我慢せえって大将とかに言うたんねんはい、はい、だからそれがまたおもろいからはい、はい、そやねん、そういうことをせんと陰でしおるやろ、うん、あ、ほんまにそんな本気で言うてないよ。わかります。そんなもん。そこはね、まあね、やりとりで表面上でね、うん、やれば。そうやろ。ほんま。だけど、そんな赤、下に見たら、ね、テレビで、街を活性化、うん、一つの役に立とうというのが、うん、公共の放送ちゃん、まあ、そうですね。そういうふうに、これからのテレビマン、頑張ってください。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。そして、いいねを。押していただければまた私も励みになりますので。